女性に聞いたメンズの夏服 NG アイテムはどれだ。これはやめて、夏の NG ファッション直感的に思うのはどうですか。まとめた結果としてはもうダントツ人気ないのは、はい、本日ですね、女性に聞いたメンズの夏服 NG アイテムはどれだということでインタビューをしてきたので、見ていきたいなと思います。ということでまだ僕見ておりません。スタッフの方に言っていただいたんですけども、もしかしたらこの僕が今着てるような柄シャツはちょっとなしです、 NG ですって言われるかもしれんし、ちょっと何が NG か僕全く見てないので、一緒に皆さんと一緒に見ていこうかなと思いましたので、よろしくお願いします。で、女性に聞いたのはね、この8個あります。まず1つ目って柄シャツで、次がマリンスタイル、ちょっと海っぽい感じの、まあ、柄のショーツにバンズのスニーカー履くみたいな感じのやつで、3つ目っていうのがカーゴパンツ、今流行りですよね、ユニクロとかも流行ってる。で、4つ目っていうのがハイブランド、ハイブランド全身でもうこういかにもハイブランドみたいな感じのやつとか。5つ目っていうのがセットアップ、夏場でもセットアップでおしゃれに行こうよなんて言ったりするような感じね。で、6つ目っていうのがビッグシルエット、大きければ大きいほどとにかくいいんですよっていう感じで、7個目っていうのはもう黒で行こうぜ、オールブラックっていうね、どっかのラグビーの国もねブラックですけども、そんなこと言いながらやったりとか。8個目っていうのがラフスタイル、こうラフな感じで、これコンビニでも行くんかなっていうような感じのスタイル。じゃあどれが一番嫌なんかっていうのをね、聞いてきたんでいきたいなと思います。それで見ていきましょう。これはやめて、夏の NG ファッション直感的に思うのはどうですか。4番ハイブランド。で、2番目に嫌なファッションは、あ、2番マリンスタイル。その理由は何ですか。半ズボンとか、はいはい、あ、男性の半ズボン似合う人少ない。あ、ソースが似合う人少ないと。なるほど。逆にこのファッションで待ち合わせ来たらちょっとドキッとしちゃう。いいね、逆にいいですね。あ、6番ビッグシルエット、まあ、最近流行ってますからね。これです。やっぱり4番。次に嫌なのだとどうですか。3番はあんまり。あ、やっぱり足が見えるっていう。あ、もうで足が見えるっていうのがちょっと、うん、逆にそれで来てくれたらちょっといいかもみたいな。これです。あ、ビッグシルエット今流行ってますもんね。5番もじゃあリセットアップとかも。そうです、そうです。シュッとしてるというか、うん、今風で。ハイブラ、ハイブラ、いや、うん、ハイブラですよ。ハイブラ選ばれまくってて、それ以外2番目、私これ。マリンスタイル。マリンスタイル。3人とも理由は。靴下。あ、靴下ね。じゃあこの8番のラフスタイルは OK。 逆にこれできたらかっこいい。あ、やっぱね。私ラフスタイルでも好きだけど、結構好き。あ、逆にラフスタイルが好き。やっぱりそうですよね。理由は何ですか。ちょっと鬱陶しい。鬱陶しい。その人がいくら良くても鬱陶しいね。ダメ。その次にカーゴパンツ。あ、カーゴパンツ。理由は何ですか。暑苦しい。あ、逆にドキッとしちゃう。あんま好きじゃないですもんね、ミリタリーね。おお、正反対というか全然違うタイプ。まあ、シンプルな方がいいんですね、基本的に。シンプルで。シンプルです。やっぱりハイブランドですか。その理由は何ですか。ピチッとか。これでもしじゃあシルエットが今風のビッグシルエットのハイブランドはどうですか。でワンポイント高ならまだ。ダメなんですね。あ、まだ大丈夫。一番いいなって思えるのはどれですか。オールブラック。おお、全身黒。当たり障りない感じ。当たり障りない感じ。元彼がこういう感じ。はい。ああ、なるほどなるほど。こういう感じのビタンで。あ、いいね。どっちも経験された上で嫌なのがハイブランドでいいのがオールブラック。あの、それは説得力めちゃくちゃありますね。確かに。ハイブランド。うまい。やっぱり一緒ですか。理由は何ですか。プライド高そうね。確かにあります。それ抜きで。元はハイブランドじゃなくてもプライド高いから。マリンスタイル。あ、ガラシャツ。お姉さんは下がガラガラしてるか、お姉さんは上がガラガラしてるか。理由はちょっと派手。チャラそうになっちゃうな、ガラガラだと。じゃあ逆に、ちょっといいかも、ありかもって思うファッションは何ですか。おー、ビッグシルエット人気ですね。あ、セットアップ。夏嫌だよ。やっぱりハイブランド。4番以外だと何番になりますか。ガラシャツ。あ、ガラシャツ。その理由は何ですか。無地のシャツから。無地だったら OK。 ガラシャツがダメ。あ、ちょっと、あ、ちょっと嫌なんですよ、ね、逆にドキッとしちゃうみたいなファッションはどうですか。セットアップ。セットアップ、ね、やっぱりそれですハイブランド今絶好調です。で理由は人種が違う。私とは人種が違う。ワンポイントで実はハイブランドとかはありですか。ありです。身を固めてる感じ。あ、なるほどなるほど。落ち着いてる感じとか。逆にいいかもって思うファッションはどういうファッション。あ、オールブラック。一番大人っぽい。あ、シンプルでね。4番。やっぱり4番ですか、はい、他の7択で言うと2番、はい、マリンスタイル、はい、その理由は何ですか。短パンに長い靴下が。あ、なるほどなるほど。で逆にキュンってしちゃうみたいな。カーゴパンツ。あ、これ分かりますね。トレンドをキャッチしてる感がかっこいい。はい、ハイブランド。ハイブランドですよね。2番目にじゃあ私はちょっと苦手かなぐらいでもいいんだ。マリンスタイル。あ、マリンスタイル。逆のいいファッション。カーゴパンツ。カーゴね。スタイルが多いですよね。4番ハイブランドですか。じゃあ2番目に嫌だなって思うのはどうですか。あ、セットアップ。これは初めての意見です。理由は何ですか。ドボドボしてる。あ、ドボドボしてる。あ、じゃあ割とシュッとした感じのファッションがお好き。じゃあ例えば7番のオールブラックとか。はい、あ、じゃあこの中でいいというなら7番な感じですか。逆に好きな、お、モリンスタイル。男らしさがあるし、ちょっと可愛さもありますかね、はい、あ、なるほど。かっこいいより可愛い系男子がちょっと
タイプみたいな。ああ、そうなんですね。ハイブランドですよね。2番目にじゃあ、オールブラックだ。あ、オールブラックダメですか。黒使っとけばおしゃれに見えるだろう的な。じゃあ逆にかっこいいって思うファッションありますか。あ、ビッグシルエット。ああ、やっぱりビッグシルエットとセットアップがやっぱり人気、ね、あ、2番ですか。マリンスタイル、その理由は短パンとか靴下ね。靴下やましょう。短パンが柄だからそういうとかそういうことではない。嫌です。あ、それも嫌なんですね。じゃあ8番のラフスタイルは OK、 まだ許せるかなって感じ。逆にかっこいいと思うファッションはどれですか。あー、やっぱりビッグシルエットな今流行ってますもんね。あ、ハイブランド。2番目に嫌だなって思うのあります。あー、マリンスタイル、理由は何ですか。靴下、やっぱり男性の靴下はちょっとキモい。スネゲだ。可愛くは思えない。じゃあ8番のラフスタイルならあり。あ、そうですね。あ、靴下ないから、はい、逆にあのいいファッションはセットアップです、ね、あ、セットアップやっぱりそうですよね、はい、4番ハイブランド。やっぱり2番目に嫌だなって思うのあります。2番ですか。ここが嫌です、ね、あ、短パンがダメ、靴下は OK、ね、靴下の方が そ, う、その意見も多いんですよ。じゃあ靴下が相当影響するって感じですか。ちょっと嫌です、ね、なるほどなるほど。逆にかっこいいって思うっていうファッションは5番、セットアップ、あ、やっぱ4番ですよね。2番目に嫌なのは7番、オールブラック。割とオールブラックはいいんですよ。ああ、なるほど。逆にかっこいいなって思う5番かも。ああ、そうなんだ。やっぱビッグシルエットが人気ですよね。2番目にじゃあちょっと嫌かなって思う。ま、おー、なるほど。マリンスタイルの理由はやっぱ短パンとか靴下ですか。あー、靴下、この辺下半身がやっぱちょっと無理。ガラシャツは隣でおるやん。この柄じゃなければ、そうそう、ね、落ち着いたものなんです。人によるやん。ですよね。です。そうなんです。そうなんです。2番目に嫌だと思う。そうなんですよ。せーの。はい。あ、わかりました。8番のラフスタイルは初めてだったんですけど。あ、でも、コンビニなら OK。そうそうそう。あ、なるほど、なるほど。柄シャツは、柄じゃないシャツは全然 OK です。あ、OK。 あ、じゃあ逆に、いいファッションはどれですか。せーの。はい。タオルパンツ。理由は何ですか。流行ってますね。そう、流行ってますよね。確かに最近。似合う人がいる。男らしい感じがやっぱします。なんかハイブランドですよね。2番目に嫌なファッションあります。あ、ラフスタイル、その理由は何ですか。スポーツサンダルが、スポーツ系のサンダルだと、ね、確かに前回のサンダル、逆にこういういい人気だと思うようなファッションあります。取れる。おー、カーゴパンツ、爽やかな、爽やか、爽やかさが大事ってことですね。の手前のお姉さんが4番ハイブランドで、奥のお姉さんが2番マリンスタイル。多分してるから。あ、ズボンがね、理由はやっぱりズボンが一番ですか。でもなんかちょっと嫌です。こういうギラギラした感じはちょっと無理ですか、はい、僕のお姉さんマリンスタイルが嫌な理由は海とかだったらいいけど。あ、逆にかっこいいファッションだと何番になりますか。せーの。奥のお姉さんが7番オールブラック。で、手前のお姉さんが3番カーゴパンツ。この写真が。ああ、写真の中で見ると、オールブラックはシックで、確かにお姉さんも結構オールブラックな感じで、ペアルックじゃないけど、まあそういうのが好き。二人してる方がいいか。ああ、ダボっとした感じで、男らしいというか。はい、ということでね、インタビューありがとうございました。インタビュー言ってくれてる子、結構勇気ある子で、マー君っていう子なんですけど、マー君がね、言ってくれてありがとうございます。ちょっと評価を総合的にバンってまとめましょう。まとめた結果としては、もうダントツ人気ないのはハイブランドもとにかくなしっていうことやし、あと次はマリンテイストで、これは理由がはっきりあって、別に海っぽいのが嫌っていうわけじゃなくて、もう半ズボンに靴下っていうこの気持ち悪い組み合わせ、どないかしてくれませんかみたいなことを言ってたよ。僕は言ってないけどもね、言ってましたんで、まあ、そんなことがあったということなんで、じゃあ逆に何を履いていって何を着ていけばいいんかっていうことなんですけども、まず人気あったのがカーゴパンツですよね。でカーゴパンツって言ってた女子たちを見ると、少し可愛い系の人が多いかもね。ちょっと可愛い感じの雰囲気の女子とかはカーゴパンツで、爽やかとか言ってたけども、まあ、そういう感じの男の人が好きなんかなとかって思うし、オールブラックって言ってる人も何人かだけど、オールブラックって言ってる人はその言ってる女子自体が黒の服を着てることが多かったから、黒服着てる女子の時はオールブラックで行った方が、まあ、意外と良かったりするかなっていうこともねあったりするし、あとほんまに女性の方のラフスタイルがいいって言ってる人もみんなラフスタイルな感じの雰囲気やったから、多分自分に近いような感じの人がいいっていうことが多かったとは思うんですけど、まあ、それでもカーゴパンツ、オールブラック、ビッグシルエットとかラフスタイル、このあたりは非常に多かったんで、自分が似合うスタイルやったら、これがいいかなとか、例えば、ゆったりした服似合う人やったら、ビッグシルエットで行った方がいいかなとかってなるやろし、まあスタイルがいい人はどっちかって言ったらラフスタイルで足見して足長い方が、かっこいいかなと。でスポーツサンダルを履くと、前回サンダル、男子に履いてほしいサンダルで人気あったのスポーツサンダルじゃないですか。でそれに一番合うのどれかなって考えると、多分おそらくこのラフスタイルが一番スポーツサンダルが合いやすいんちゃうかなと思いますので、これとは相性バッチリになってくる。一番外れない格好が8番でスポーツサンダルになってくるやろうし、一番流行りなんが3番のカーゴパンツになってくるんじゃないかなっていうところが、統計にはなってきました。とは言ってもね、まあ、毎回思うのが、こう女性に
インタビューしてる時って女性の票って結構分かれるんですよ。ただ男子の票って一箇所に集中するじゃないですか。可愛い子おったら可愛い子にバーンってみんな、あのクラスでも可愛い女子おったらみんなそこに行くんやけども、女子って男子散るじゃないですか。かっこいい男子がおってみんなが行くわけじゃなくて結構散ってて、なんでお前そこ行くのみたいな、あのバスケ部の副キャプテンどこがええのみたいなやつにピュッて行ったりとかするから、結構女子の意見は分かれんねんけども、じゃどういう女性に好かれたいかによって服を分ける。例えば奥さんが、あ、黒が服多いなってなったらオールブラックで行った方がいいやろしっていうところがね、意見のなんていうの分析というか、分かったんじゃないかなということで、皆さんご協力いただいてありがとうございました。次はですね、また秋服の、NG ファッション、ライトアウター、ちょっと羽織るぐらいだったらデニム系がいいですかとか、ブルゾン系がいいですかとか、レザー系がいいですか、何がいいですかっていうのもね聞いていきたいなと思いますので、引き続き、東京のねマークにお願いしたいなと思います。ということで本日ですね、夏服 NG ファッションを、聞いてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。